入る前にノックぐらいできねえのか。よし決めた。俺と一緒においでよ。今はタイミングが良くないかな。そうだね、後でご挨拶しよう。え、あー、いえ、リリアとおしゃべりしていました。あ、リリアとはいつも私の話を笑って聞いてくれる優しい子です。安心しろ、悪いようにはしない。迷える子羊たちよ、その未来を神の光が照らしますように。この足音だけで王子様が来るのは分かっていましたよ。外出大変でしたね。しかしあなたが成しているすべてはみんなに希望を与えています。だから諦めないでください。僕はずっとあなたのおそばにいますから。来たか。おっさんが起きた瞬間を見せることができなくて残念だ。今回の毒は本当にすごかった。帰ってきたならドアを閉めてくれ。ん？どこ見てるんだ。俺ならこっちだ。もし暇だったら私と一緒に薬草を摘みに行かない？やっと迎えに来てくれたのね。騎士様に私の隣に立つ権利を授けましょう。王子様、本日の進捗はいかがでしょうか。王子、お帰り。一杯どう？どこに行ってらしたのですか？ずっと探しておりましたぞ。お帰りなさい、王子さん。あまり無理をなさらずに、疲れたらちゃんと休んでくださいね。ピンチな時は俺の名を呼びな。王子、王子、外では最近なんか面白いことないっすか？今日もお出かけ日和だ。王子様、一緒に出かけようよ。帰ったか。次は待たせないでね。王子、日々暇を持て余していても家業をおろそかにしてはなりません。どこで油を売っていたんだ。ずいぶん探したぞ。今日は順調かしら。ダメでもくじけないで一曲歌ってあげるわ。王子様の顔を見られて毎日心が満たされてます。帰ったか。そこにエッグタルトを作っておいた。食いたきゃ食えばいい。お帰りなさいませ、王子様。すぐにお茶をご用意いたします。君を待つ間はたった一日でも一年かのように長く感じるよ。王子様、お帰りなさい。面白い小説を見つけたの、読んでみる？お帰りなさい。ゆっくり休んでね。今お茶を用意するから。王子様、今度お出かけになるときはどうぞ俺も連れて行ってくださいね。ご迷惑はおかけしません。荷物持ちとしてご活用ください。王子様、せっかくなので一曲聴いていかれてはいかが。王子、やっと戻ったのか。次は待たせるなよ。王子様、今日も平和な一日でありますように。ああ、
今日のあなたは昨日のあなたよりもっともっと私を震わせるわ。ちょっと帰りが遅いのではないか。健康講座を聞きに来たのかしら。帰ったか。ちょうどよかった。本日の訓練を進めよう。わめくな。私も共に走る。素敵な一日が始まりました。僕と一緒に世界を抱きしめに行きませんか。自然を満喫するために散歩に行きませんか。やっと帰りましたか。恩師殿、今度は私も連れて行ってください。あなたを心配して待たなくていいようにね。恩師、外で何か危険な目に遭わなかったか。ああ、恩師様おかえり。ちょうど来たところだよ。オンジ、待ちくたびれたぜ。さ、今すぐ出るか。暗くなるまで一体どこに。まあいい、見回りの時間だ。行こう。オンジ様、マンゴープリンはずっとオンジ様のお帰りをお待ちしておりますよ。出かけるときに連れて行ってくれないと姉さん悲しいよ。オンジ様おかえり。ほら、やっぱ家が一番だよね。主よ、今日も私の元へやってきたな。結構遅かったな。ふらふら一人で出歩いてんじゃねえ。あ、てめえのことなんか誰が心配するかよ、アホか。お帰りなさい。ずいぶん遅かったのね。オンジ様、やっと帰ってきてくれた。これでもう怖がらなくて済むんですね。お帰り、オンジ様。オンジ様が留守の間は少しだけ寂しく感じるね。わあ、早かったね。今日は何を教えてくれる。もちろん準備は万端だよね。お帰りなさい、恩師様。なるほど。いきなりニャンたちが玄関の方へかけていったのは君が帰ってきたからか。この足音を聞いて君が帰ってきたのが分かりました。帰ったか。お帰りなさい。お外大変だったでしょ。今はゆっくり休んでね。